コンスタンティノス11世、パレオロゴス・ドラガセスは、東ローマ帝国、パレオロゴス王朝の皇帝。東ローマ帝国最後、すなわち、ローマ帝国最後の皇帝である。中世ギリシア語読みでは、コンスタンティノス11世、ドラガシス・パレオロゴス。皇述する数え方の違いから、12世、ないし、13世と呼ぶこともある。 コンスタンティノスの粗雑な家庭1405年2月8日、皇帝マヌエル2世、パレオロゴスの4、男として、首都コンスタンティノポリスで生まれた。コンスタンティノスは、劣気としたパレオロゴス王家の生まれであったが、彼だけは母やエレナの姓であるドラガシュのギリシア語系であるドラガセスを姓とした。当時の東ローマ帝国では、 父親と母親の一人の二つの性を威信を目的として持つということは大して珍しいことではなかった。コンスタンティノスは幼い時期、兄弟の中でも優秀だったために母、ヘレナのお気に入りの息子として育った。また、兄のヨハネス・パレオロゴスからも将来を期待された。1423年、彼の兄であるヨハネス八世、パレオロゴスは 首都コンスタンティノープルの対岸に位置していたオスマン帝国の対麻ない脅威に対する援助を求めてフェラーラ・フィレンツェ公会議に参加することを決めた。ヨハネス8世は首都コンスタンティノープルで開催するとの主張を行ったが却下され結局会議のためにヨーロッパへと出発した。その時彼は首都を去る前にコンスタンティノスを不在中の摂政とし、 彼に留守中のコンスタンティノープルを任せた。兄の不在の間、母、ヘレナの指導の下で、オスマン帝国のスルタン村と二世と平和条約に署名を行うなど政治を行った。1428年、ニー・セオドロス二世、パレオロゴス、弟ソマス・パレオロゴスと共に、ペロポネソス半島にある、当時わずかになっていた東ローマ帝国の残存領と、 なっていたモレアス先生公領の統治者となった。コンスタンティノスは、モレアス先生公時代の1429年には、パトラを併合して、かつての十字軍国家、赤谷ア公国勢力を一掃した。また、領内の整備にも成功した。さらには、旧東ローマ帝国領の中央ギリシア地方へも、進出を企てるなど、ギリシャ人勢力最後の希望の星となった。 1440年、兄ヨハネス8世は一定の成果を上げて、首都コンスタンティノープルに帰還を果たした。東西教会の長い分裂を打開することが、決定されたこの会議に成果には、当時の首都内では非難の声が多数上がった。さらには、聖職者らにとどまらず、ヨハネス8世のミコディミトリオスは首都において、東西教会合一、東西キリスト教派の徒党に擁立され、さらには、 同盟に懸念を抱く村と二世の軍事的支援も取り付け、なんと1442年には首都コンスタンティノープルを包囲、攻撃した。ヨハネス八世はこれに困惑したが、状況はモレアスから長久救援に駆けつけた先生公コンスタンティノスが外側から包囲軍を攻撃するという働きで、どうにか鉄兵と和平に持ち込むことに成功し、このことで彼はまた、 他の兄がいるにもかかわらず、ヨハネス八世から非常に称賛されたという。1446年には、兄の呼びかけに応える形で、西欧から渡来した十字軍と連携して、オスマン帝国軍に対して攻撃を行ったが、オスマン帝国の村と二世に敗れ、キリシャ人勢力最高の夢は絶たれた。また、このことによって、東ローマ帝国領のペロポネソス半島でさえ、 大きな被害を受けた。1448年、新たに結成された十字軍も、コスボで打ち破られ、東ローマ帝国救援のための軍事的政策は、ついえ、コンスタンティノスは、シュフミストラスに落ち着いた。1448年に、長兄の皇帝ヨハネス八世、パレオロゴスが死去した。彼は三度の結婚、いずれによっても子供を得られず、 次期皇帝は4人の皇帝の中から選ばれることになった。ヨハネス8世は、生前、先生皇コンスタンティノスを、後継者にすべきであるとの考えを持ちそのようにしようとしたが、これには前述のセオドロス2世、パレオロゴスと後帝デミトリオスが反発し、それぞれ軍事力行使も辞さない構えであったために、コンスタンティノスの皇帝即位は難航した。結果として、 コンスタンティノスと彼の弟デメトリオスとの間に後継者争いが起きたが結局2ヶ月後にはコンスタンティノスが1449年1月6日にモレアス先生考慮の首都ミストラスで定位についた3月にコンスタンティノスはオスマン帝国軍を避けてコンスタンティノープル入りしスルタンムラとニセと平和条約を結んだ1451年2月に ムラと二世が没し、後を継いだ、メフメト二世は、当初は、友好的な態度をとっていたものの、コンスタンティノスが帝国を維持するためにとった、オスマン帝国格乱作戦に対して起こり、1452年7月には、ボスポラス海峡のヨーロッパ側沿岸に、ルメリヒサールという名の城塞を築き、コンスタンティノポリスの征服を準備し始めた。これを受けたコンスタンティノスは、 西欧諸国からの援軍を得るため1452年の暮れに東方正教会をローマカトリック教会に統合させると宣言した。これは、アニ・ヨハネス8世がフィレンツェ公会議で署名した東西教会の合同決議に従ったものであった。しかしこの宣言は国民から猛反発を受け、大臣権軍司令官のルカスのタラス大公に至っては、 数奇教の四角棒を見るくらいなら、スルタンのターバンを見る方がマシだと抗言して、はばからなかった。メフメと二世の現実主義的な性格から、たとえ征服されても、信仰の自由は保障されるとの意見も根強かったと、されている。結局西欧からの援軍も得られず、コンスタンティノスの最後の外交的努力も国内に亀裂を生んだだけで終わってしまった。打って出る。 コンスタンティノス1453年4月、メフメト2世率いる10万のオスマン帝国軍は、コンスタンティノープルを包囲した。メフメトは、コンスタンティノポリスを明け渡せば、皇帝の安全な退去、財産の保障、及びモレアスの領有を認めると提案したが、コンスタンティノスは、ローマ皇帝として最後まで戦うことを選択し、スルタンに返答した。 コンスタンティノス率いる東ローマ軍は2ヶ月にも渡って抵抗を続けたが1453年5月29日未明、ついにオスマン軍が城壁を突破。コンスタンティノスは体験を抜き払い、皇帝のきらびやかな衣装を脱ぎ捨てると、神よ、帝国を失う皇帝を許したもんな。との陥落とともに、我死難、逃れんとする者を助けたまえ。死難とする者は、 我と共に戦い続けよ。との演説の後、新衛隊と共に、市中に渦巻くオスマン軍の中に姿を消して、最後の抵抗を試み、消えゆく帝国と運命を共にしたとされている。結局、彼は、行方不明となってコンスタンティノープルはついに陥落した。こうして、アウグストゥス以来のローマ皇帝の継承者は絶え、紀元前753年に起源を発する。 ローマ帝国は滅亡した。コンスタンティノープルの陥落後、コンスタンティノス11世のものとされる遺体が発見された。遺体はメフメトによってコンスタンティノープルに数日間さらされたが、その後最高の栄誉を持って埋葬された。しかし、それが本当にコンスタンティノスの遺体だったかどうかは定かでなく、彼の配下にあった貴族や高級官僚の遺体であった可能性もある。 オスマン帝国支配下のギリシア人の間には大理石溶かして眠っているコンスタンティノスがいつの日か復活して東ローマ帝国を再興させるという伝説が生まれた。また正式には認められていないが彼を聖人と考える聖教徒もいた。テンプレートに表示されているコンスタンティノス11世の肖像画は歴史的なギリシャ聖教会の遺魂である。また、 コンスタンティノス11世は近代におけるオスマン帝国との独立戦争中、独立に奮戦するギリシャ人にとっての象徴となった。今日、皇帝はギリシャの国民的英雄であると考えられ、首都アテネにはそれを記念した銅像が作られているし、オスマン帝国からの独立に際して建国されたギリシャ王国の最後の国王はコンスタンティノスという名前である。また、 近代ギリシャにおいては彼をモチーフとした楽曲や映画なども作成されている。コンスタンティノス11世は二度結婚している。まず最初に1428年7月1日、エピロス先生広告君主カルロ1世とこの名、マッタレーナ特こと結婚した。しかし彼女は1429年11月に亡くなってしまった。 二回目は、エーゲ海のレスボス島のジェノバ人君主の娘カテリーナ、ガッキルシオトだったが、彼女もまた結婚後間もなくの1442年に亡くなった。どちらの結婚でも子供は生まれなかった。皇帝即位後、三度目の結婚が計画され、相手もグルジア王女に決まったが、花嫁の出発よりもコンスタンティノポリス包囲戦が先に始まってしまったため、この結婚は実現しなかった。 コンスタンティノス11世には、前述の通り二人の妻が存在したが、そのいずれの間にも子女は誕生せず、東ローマ帝国が、もしも滅亡しなかった場合、東ローマ皇帝位は、弟のディミトリオスかトーマースが継承することになったであろう。皇帝コンスタンティノス11世は、コンスタンティノスパレオロゴスの名前を持つマヌエル2世の息子としては二人目になる。実は、 ヨハネス8世に続く自主として、もう一人のコンスタンティノスが生まれていた。その青年に関しては1393年から1398年の間としかわからない。彼は生まれて間もなく兄と共にモレアス先生高齢に避難した。父が西欧から帰国した後、兄ヨハネス8世、弟テオドロス2世は、 首都コンスタンティノポリスに戻ったが、コンスタンティノスは一人モネンバシアに残され、その地で死去した。なお、コンスタンティノス11世と弟デメトリオスの間にももう一人、ミカエルという名前の息子が生まれたが、こちらは誕生後間もなく死去した。コンスタンティノス11世を12世あるいは13世とする数え方がある。まず、コンスタンティノス12世については、 1204年の第4回十字軍によるコンスタンティノポリス攻撃の際に皇帝に選出されたものの一晩だけで逃亡したコンスタンティノス・ラスカリスをコンスタンティノス11世とし最後の皇帝を12世とする数え方である。また、コンスタンティノス13世については7世紀の皇帝コンスタンス2世の本名がコンスタンティノスだったことからコンスタンス2世を コンスタンティノス四世とし、以後の皇帝をといった具合に繰り下げて数え、なおかつコンスタンティノスラスカリスを、コンスタンティノス十二世としたためではないかと、推測される。コンスタンティノクシーペイリーローガスビザンティン、エンプラーニーロロマンエンペラーインスイクロープディア、ブリタニカ、ハットニコール、ハルデンターンブル2007、P228。ありがとうございます。